は。あら、ちょっと元気ないですか。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今ね、ちょっと僕のことを説明していただいたんですけども、岐阜からやってきました。岐阜ってあんまり分からないから、愛知県の北にあるところなんだけどね。歴史でいうと、織田信長が岐阜城というところで天下を統一しようということで一生懸命今考えていた、その岐阜城のちょうど麓にあります桑形村といいます。その桑形村で、私あの村長というかね、やっております、野木田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日ね、あの皆さんとこうしてお会いできるのをすごく楽しみに来て、今日朝早く起きてね、あの新幹線乗ってやってきました。皆さんとこの人お会いしてお話をできる機会をね、与えていただきまして本当にありがとうございます。少しでもね、君たちとまたお父さんお母さんと一緒にいろんな話ができればなって決めた時間なんですけども、少しだけね、ちょっとお話しさせていただきたいなと思います。皆さんはね、ここに集まった皆さんはカブトムシ、クワガタムシが大好きなお友達です。ですから、カブトムシについて今日はね、これ持ってたんですよ、これカブトムシ、ね、このカブトムシについてね、ちょっといろいろ勉強してもらおうかなと思ってね、ちょっと持ってきましたね。いいですか。もうね、時間がないからさ、早速始めさせていただきたいと思いますよ。皆さん、カブトムシ大好きでね、大好きでね、このカブトムシを絵を描きましょうと言った時に自信持って描けますか。ねえ、カブトムシってさ、昆虫っていうのは頭と胸とお腹3つに分かれてますよね。じゃあ昆虫の足何本ですか。何本。6本だよね。そういうの知ってるね。その6本の足がどこから生えてんのかなっていうこと。これ例えばね、絵に描かせるとよく分かるんですよ。絵に描くと頭をこなして角を描いて胸を描いてお腹をね、お腹をこう描いて、じゃあ足がどこから生えてるの。これが皆さん知ってようで知らない、もうみんなむちゃくちゃなところから足が生えてたりするお友達もいるんですよね。これどこから生えてますか。答えは反対にあります。よく見てくださいね。はい、覚えといてください。胸から1対、お腹から2対出てるんですね。これさ、君たちは昆虫大好きなお友達なんだから、よく覚えておいてください。頭、胸、お腹、ここのね、胸から2対、あ、1対、そしてお腹から2対出てるんだよっていうことをね、覚えておいてください。これ皆さんがね、絵を描くときにね、絵を描くときに、こうやって絵を描くときにどこから出てるのっていうのが分かる。これがね、まず大事なことなんです。これね、覚えておいてくださいね。そしたら次言いますよ。カブトムシの、これお父さんお母さんも書いてよ。カブトムシのオスとメスの違いはどこですか。何ですか。角がないのがメス、角があるのが、はい、今日は皆さんたちには昆虫が好きで来た、集まってもらってるわけだから、昆虫のことをもっともっと深く知ってもらいたい。だからこの集まったみんなが昆虫博士になるための勉強です。いいですか。カブトムシのオスには角があり、メスには角がないという一般的な常識は嘘なんです。ね、お父さんお母さん、って思われるでしょ。実はね、いいですか。カブトムシのオスとメスの違いの中で角っていうキーワードがあるんですが、角が大きく発達しているのがオスで、メスは頭のところにちょこっとだけあるんですね。これを覚えておいてください。今度ね、ちょっとね、カブトムシを触る機会があったら頭をちょっとね、触ってみて、メスの。そしたらね、角がちょっと出てるの分かります。あ、これなんだっていうことなんです。実はカブトムシはずっと恐竜よりずっと昔の時代からいました。古い時代からいたんです。その頃のカブトムシのメスには
と角があったそうです、ね、それが時が流れて恐竜の時代も過ぎてどん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 過ぎていったときに角がどん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 短くなっていったそうなんです。これは昔の化石というところ、化石って聞いたことあるよね、化石から発見されて分かっているところなんです。じゃあみんな質問だよ、なんでメスは角がなくなってたんですか。なんだと、なんで角がなくなったの。オスとメスの大きな違いがあります。メスは卵を産みますよね。卵はどこに産みますか。土の中。そうです、そうだよね。土の中に潜るのにこんな長い角があったらどうですか。邪魔だよね。だからどん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 短くなっていったんです。これは進化していく過程の対価というと難しい言葉があるからね。どんどんどん時代が流れていって角が短く退化していったんです。そして潜りやすくなったんですね。ね、それが一つ大きな特徴なんです。いいですか、覚えておいて。オスとメスの違いは角があるやつじゃなくて、角が大きく発達しているのはオスで、メスはちょこっとだけ残っているんですよということを君たちは覚えておいてください。これなかなか知らない人たちが多いと思います。これね、ぜひね、覚えておいてください。いい？そしてその違い、オスとメスの違い、もっと違いがあります。特徴的にいろいろ思い出してほしいですね。何が違うと思いますか。何が違う。そう、その以外で何があるかな。オスとメスの違い、まあ、今日はじゃあちょっと時間がね、ちょっと少ないからもうお話してしまうんですが、カブトムシのメスは卵を産むたびに土の中に潜りますよね。ということは土に潜るための兵器を体が持っているんですね。まずオスとメスの違いは、メスには毛がいっぱい生えてるんです。触ったことあるメス、ちょっとあるよね。ふわふわふわってしてるの分かる？分かるよね。あれは毛が生えてるからふわふわしてるんです。何のためにふわふわ毛が生えてるの。うん、なんでかな、なんだと思う。さっきちょっとヒント言ったよね、土の中に潜るよね。あー、なかなかいいね。もっと深く掘り下げて、もっと。そのね、今言ったことも一つなんですよ。土の中に潜るでしょ、卵を産むよね。そして上に出てきて餌を取るよね。その時に体に土がいっぱいついてると嫌だよね。だから毛が生えてて土を落とすんですよ。ね、これがね、一つ。それともう一つ、カブトムシって握ったことある、持ったことある。オスはどこ持つ。ここだよね、頭角と言います。頭の角、これが耳についている頭角と言います。頭角と頭角、この持ってくださいって言わんばかりに出せるんですね。持ってください。じゃあオスはこの人持ってばいいの。じゃあメスはどこ持ちますか。そうだよね、しかし この辺持つよね。でちょっと思い出してほしいんだよな。持った時にどうだった。そうだよね、痛いと思わなかった。思わなかった。あのね、オスとメスの特徴の違いはそこにもあるんです。メスの方が足のトゲトゲが多いんですよ。オスよりメスのトゲトゲが多いの。じゃあなんでメスのトゲトゲが多いんだ。お父さんお母さんね、一緒に考えましょう。ね、いい？土の中に潜っていくんです。ね、潜っていくために穴を掘りやすいようにって言って、ギザギザのトゲがあるんですよ。そのトゲで潜っていくの。ね、あのね、カブトムシはね、よく考えてほしい。
メスは自分の子供を守ろうと思って、自分の子供を守ろうと思ってね、潜って産むんだけども、できるだけ硬い場所に産もうとするんですよ。なんでかわかる？さすが、さすがお母さん、その通りです。敵から身を守るためにできるだけ硬いところに産もうとして、あの体を傷まるけにしてどん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 深いところに潜っていくんです、ね、そして子供を大切に大切に守ろう。つまり快適なのはモグラなんです。モグラが快適で、モグラが来ないような場所も高い場所に産んでいきたい、そう思ってお母さんは転んだりながらでもそんなして硬いところに産んでいきたい。皆さんの隣にいるね、君たちの隣のお父さんお母さんももしかしたらボロボロになってるかもしれないよ、ね、一緒なのよ。君たちを守ろうとしてお父さんお母さんは、ね、自分を犠牲にしてでも君たちを守ろうとしてる。そういうことがこのカブトムシにもあるということなんですよ、ね、これをねオスとメスの特徴ということできちんと覚えておいてください。ね、今日だけでもカブトムシの秘密がいくつか分かった、ね、これはなかなか本とかいろんなところでは聞かない話です。ぜひ君たちが、ね、昆虫が大好きな友達だからよくよくそのことをね、今度カブトムシ見るときに、ね、ちゃんと観察してみてください、ね、いいですか？いいですか？はい、そしたらね、今日はね、君たちがせっかく昆虫が大好きだったからちょっと問題を出します。答えてください。いい、まあ、ちょっと問題の中でヒント合ってます。昆虫の中で一番速く飛べるものは何だ？オニヤンマの種類の中の、銀ヤンマ。銀ヤンマ、あのね、緑で本当にブルー、ブルーっていうか緑で綺麗なとこなんです。あれが飛ぶのが、まあ、一般的に速い。本当はもっと速いって言うんだけど、一般的に言うとトンボって言う。そのトンボのスピードってどのくらいですか？何秒ぐらい飛べると思う？あのね、70キロから90キロ、時速70キロから90キロで飛べるんですよ。でね、すごいでしょ、ね、でも実はすごいのはそこじゃないんですよ。実はトンボというのは飛び始めた瞬間でもうそのピークが来てる。つまり飛び始めた瞬間に70キロ90キロに達してるってことなんです。これをね、こう考えてください。人間換算します。もしトンボが人間と同じ大きさ、ちょっと想像すると怖いんだけども、そのスピードはどのくらいだと思いますか？これはお父さんお母さんちょっと一緒に考えてね。いい？トンボが、あのトンボがスピードとして70キロから90キロで飛ぶ、もしあのトンボが人間と同じ大きさだったら、実はマッハの数、マッハというのは、まあ、その高さによってちょっとあのスピード感違うんだけど、だいたい1200キロと覚えておいてください。1200キロ飛ぶんですよ。しかもさっき言った初速といって飛び始めた瞬間にそのピークが来るということなんです、ね、これって今の先端の科学技術でできますか？できませんよね。それを彼がやってるんです。だから勉強は、学びはそこから得られるものがあるなとして今一生懸命研究してます、ね、そしたら今度ね、もう一つ最後の質問ね、昆虫で一番走るの速いのは何だと思う？走るの速いの何だ？お母さんが大嫌い。正解です。ゴキブリなんですよ。ゴキブリ。想像したくないですね。ちょっと想像したくないですね。あのゴキブリが人間の大きさだ。怖いね。やだね、怖いね。ね、
もしあれが人間の大きさだったとするならば、そのスピードはなんと350キロだそうです。家の中は300キロ走ったらちょっと怖いよね。ぶつかったら大変だよ本当に。しかも初速といって走り始めた瞬間なんですよ。どんな速い車というのを持ってきたところで時速100キロになるまで3秒かかると言われています。それをやつはあのやつは一瞬して300キロまで到達できるんです。ということはどんな仕組みでそういうものができるのかということで今一生懸命研究を、ね、今日はさ本当ちょっと短い時間なんだけども、まあ、隣にお座りのお父さんお母さんね、またおばあちゃんね、ちょっとよくこう頭に入れておいてほしいです。昆虫に興味を持つ子供たちというのは優秀になると思うんですよ。ニヤッと笑ってくださいよ。そこは笑うとこですよ、ニヤッと ね。なぜならば、実ははっきりしてるんです。さっきほどから話したように昆虫には不思議なことがいっぱいあるんですよ。そんな不思議なこといっぱいあることに対して興味を持つということが素晴らしいことなんです。ここに集まったわざわざ僕の話を聞きたいと言ってこうやって集まっていた昆虫の大好きな子供たちは将来優秀になる子たちなんです。その優秀になる子たちの目の輝きを失わさせてしまうのも残念だけども、お父さんやお母さんやまた周りの大人っていうこともあるんですね。ですからこの目の輝きを絶対に失わせないようにしてもらいたいなと思います。でね、先ほどちょっとね僕お話しさせてもらったんですけども、僕のところお話しさせていただいて、あの県でねビデオ連会の会長をやってます。これは文科省がこれからの子供の、この今の子供たち、これお父さんお母さん聞いてくださいね、今の子供たちが将来今ある仕事に就けるんじゃ 35% ぐらい、あとの 65% は新たな仕事を生むか、新たな仕事に対してそこに働くか、そういうふうな時代だった。そんな時代に今までの価値観をそのまま押さえつけていれば、この子供たちは伸びる場所が入ってこないんですよ。そのためにはどうするかということで、主体的に考え、主体的に物事を考えて解決する力、これちょっと子供たちに難しいところなんですけど、自分で考え、力をつけさせてあげるということなんですよ。つまり、昆虫と一緒なんです。興味を持ったことに対して、なんでだろうということを考えること、そして、それに対して、よく覚えておくよ。わかんないときに、すぐにお父さん、お母さんやお家の人に聞かないということです。すぐ聞かない。そして、それに対してお父さんやお母さんやね、周りの大人の人たちは、すぐ答えないということです。つまり、考えさせる力だって言われたんですよ。自分で考えて、それが合ってるか合ってないか、ということよりは、自分で考える力を持たせるということが大切なんだよっていうところなんですよ、ね、そういったこともねちょっと覚えておいて、今の子供たちが興味を持つ、なんでかななんでかなって、その興味を持つことが大切ですというのがカブトムシ加わったんですよ。お友達が、ね、君たちと同じようなお友達がこういう質問してきました。僕のカブトムシは足が6本あるんですが1本切れたのにまっすぐ歩くんです、なんでですか。すごくないですか。当たり前だと思ってたことを子供が当たり前じゃないよねと思って、確かに言われればそうなんですよ。各左右の力が違うのにまっすぐ歩くことってありえないじゃないですか。各力の強い方に曲がっていこうというのは普通的にそんなもんですよ。ところがその子はそういうの、僕のカブトムシは足が1本切れたのにまっすぐ歩くんです、なんでですか。実はこれがきっかけですごい発見になるんです。どの学者に聞いても分かんないんですよ。解決できなかったんです。そしてそれをこれが何か秘密があるんじゃないかということで深く調べようとして調べた。そしたらようやく最近になって分かってきた。昆虫には1本の足が切れた瞬間にそれを修正する能力が備わってたそうです。
今は医学の世界、病院の世界でそれが使えるんじゃないかということで研究をするんです、ね、つまり君たちが興味を持っている昆虫というのは人間が住むずっと前からいて今進化してこの姿があるんです。この姿には意味があって進化している。それを何でかなって思うこと、そのことが大切だということです。ぜひね、興味に持って何でだろう聞く前に自分で考えましょうということです。そしてお父さん方もね、まあ、忙しいと思うんですけども、ついついこう言いたくなるんだけど、そこをグッとこらえていただいて、この子の考える力を伸ばしてやってほしいなと思います、ね、あのね、本当ね、ちょっと時間が短くてさ、あのなかなかこうもっともっと深い話はできないんだけども、ね、とりあえずこのぐらいで、終わらせていただきたいと思います。今日はね、皆さんにすごいものを見せてあげようと思って持ってきました。すごいもの、じゃあちょっとお願いします。今日ですね、1万分の1の確率という確率で生まれてきたんです。あのほとんど自然界にはいない昆虫を今日お持ちしました。で、今日やっぱり最終日なんですけど、今日出かけないのでこちらになります。いいですか、マグロを見ますね。見えない、ちょっと見えない、ちょっと待ってね。これなんです。ちょっと後ろから行こうかな。これね、後でね、向こうに展示しますのでね、ぜひ見ていてください。いいですか、体の半分がオスなんです。そして体の半分がメスなんです。実は昆虫とか節足動物、そして鳥類、鳥ね、鳥に現れる現象なんです。これは全てが解明されているわけではないんです。ただ昆虫にはこういう不思議な現象があるんだということを覚えておいてください。これね、だいたい1万分の1ぐらいの確率しか出ないと言われています。これがね、生きた状態で皆さんの中で見れるというのはなかなかないことなんです、ね、ですからね、あとでね、いっぱいね、写真も撮ってもらって、ね、よくよく観察してみてください。そしてこちらには同じです。いいですか、オオクワガタなんですが、頭以外はメスなんです。こちらですね、顎だけがオスなんです。これを雌雄モザイク、雌雄同体という言い方をします。これね、説明されるとまた長い話になっちゃうんですけども、まあ、オスとメスを決める段階で性ホルモンのアンバランスといいます、イレギュラーな形になって、こういうモザイク的に現れる。これたまたま真ん中を中心に、こっちがオスです、メスです、分かれてます。でもモザイクという言葉があるように、部分部分で違ったりすることもあるんですよ、ね、そういうこともね、ちょっと覚えておいてもらえるといいなと思います。あのね、なかなか本当見ることできないです。これね、あとそこに展示してますので、よくよくね、観察していただいて、あの写真も撮っていただいてね、あのこういうのあるんだなっていうことをね、見てもらえばいいと思います。これね、朝ね、持ってきたんですよ。これ、これを用意しようと思ってたんですよ、これ。すごい、めちゃくちゃ重かったんですけど、どうしてもね、皆さんに見せて差し上げたくてね、うん、本当にね、たくさんの方々にお集まりいただいて、本当に感謝申し上げます。皆さんがね、こうしてお集まりいただいた、この気持ちがね、この、私たちがこれをメディアに見せてあげたいなっていう思いに変わって、本当、朝早くね、もう5時に起きてたんだけども、これ重いんだけど持ってきたんです。だからね、ゆっくり見ていってください。そして最後になりますけども、昆虫には不思議なことがいっぱいあります。君たちがなんでだろう、そんな気持ちを常に持ち続けてください。好きなことを見つけて、好きをどん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 好きにすることが本当の勉強です。与えられることをやる、宿題をやるということは勉強とは違うもん。勉強というのは自分が好きになったことをもっと好きになろうということが勉強なんですよ、ね、それをね、ちゃんと覚えておいてください。暗記することが今までは勉強だと言われてたの。
その時代から考えることが現状になったんだということをね、どうかね、覚えておいてください。よく考えて、自分で考えて、そして自分でいろんな発見をしていく、それを約束してください。いいですか、ね、今日はね、本当ね、皆さんと一緒にね、ちょっと短い間だったんですけども、お話を、させていただいてね、本当ありがとうございます。またね、来年よかったらね、またお会いしたいなと思ってますので、本当にね、この1ヶ月弱なんですけども、ここの、会場にお越しいただいて本当にありがとうございます。そしていっぱいいろんな学びがあったと思います。その学びをね、また次の学期で活かして、また勉強させてください。ありがとうございました。